しい接触になりましたが、その後徳島がボールをキープ、2枚ですぐ奪いに行きます。吉岡、まあ、途中出場でフレッシュなところもあるんですが、吉岡懸命に動いてますよね。そうですね。さあイバルボ収まる、ゴール前には小屋、小屋だ。1点返して同点、追いつきました長崎。イバルボ小屋の2トップ、これも2人の関係性、コンビネーションから同点に追いついています。後半の24分です。いや一瞬でしたね。そうですね、このクロスも鋭かったですし、はい、まあ、ゴーヤのこのディフェンスの前に出る鋭さですよね。後ろから田向も来ていたんですが、落ち着いて合わせました。この辺のタイミングバッチリでしたね。イワルボのこの、まあ、クロス、速いクロスのタイミング素晴らしかったですね。先に動いたベンチ、テグラモリ監督。